さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている。隙を狙って言いましょうか、陰でいろいろと動いているのがお隣の軍事大国中国です。今回は尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回はここに日本が建造物を作るのかという話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今やタカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期、いわゆるバブル時代には若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇のお妃候補として必ず名前が挙がった小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていました。当然この方も女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は松下政経塾に入って松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し無所属で立候補したものの落選に懲りたのか自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも同じ自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようです。政治家になる目的のためショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日でした。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが中国です。勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため彼女が持ち出したのは北、つまり北方領土でした。1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に当時のソ連が日本のポツダム宣言中離後、つまり終戦後に侵攻して占領したため奪われた形になった北方領土です。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前ですが、
日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない、史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に、平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経て、ソ連崩壊後も、ずっと継続中だったのです。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が、可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えませんでした。そして、ロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は、先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は、1973年、昭和48年、だったと思います。当時の田中角栄首相が、モスクワに乗り込み、文字通りの命がけで、ブレジネフ書記長との会談文書に、北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は、日ソ間に、領土問題は存在しないと、ずっと突っぱねてきましたから、これは、ソ連に対して、大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相は、ロシアに代わってからも、北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題を、ロシアとの文書から削除したのは、プーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と辞任しているようにも見受けられましたが、この点についてどういった説明を受けたのでしょう。国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中には、ヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておく、必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊と、アメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は、政治は三流、
経済は一流と言われていましたが、ここ最近は、経済も国民生活も、先進諸国の中でも、最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために、強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は、関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は、1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が、尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るのです。この危惧は、現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロニアスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが政治家の第一義ですから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。主権ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの US2 製造会社、新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。F3 戦闘機開発に続き、イギリスとの連携強化は日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですが、コックピット周りが全くダメなので、
これで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として、日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社が、イギリスの航空関連のベンチャー企業であるアイラリス社とが、2023年3月15日に、業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでに、この公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社と、イギリスのアイラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが、今回の提携の内容のようだ。イギリスのアイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART という呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アイラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応を、アイラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できる、モジュラー方式を採用しており、航空業界では、非常に高い関心を集めている。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると見されており、画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通して、アイラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアイラリス社の推進している、アイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において、非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に、航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アイラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も、名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の、出資を得ている。これもあってか、アイラリス社は、2022年3月に、カタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も、姿を見せた。アイラリス社の将来性には、軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらには、アメリカのボーイング社も、出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に、新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。
2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その継戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に、大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社と、イギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が、太平洋戦争後に、アメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が、初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも、大きな注目が集まっていることは、言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している、大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、ストによく知られていると思うが、同社は、太平洋戦争の敗戦までは、川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な指電、及び指電改めを製造しており、同機は、太平洋戦争の戦局が、日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来する、アメリカ軍機に対抗する、貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇。正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、錦飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、錦飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。その逸話を象徴するか、同様に、錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。
こうした数々の逸話を残した不確き飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US2 へと脈々と受け継がれており、同機は2007年から海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数はこれまでで8機と少数にとまる。救難飛行艇 US2 は海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストもおよそ100億円と高額であり、2011年以降は海外への輸出にも力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US2 は輸出先として、インドに輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはりコストが高いことが最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野大東村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。空自は日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では集められた情報をもとに地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。
こうした場合、最初にこの役割を担い得る存在というのは E2C DIE767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば、敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは、3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J-TPS-102A、航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、3次元レーダー J-TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J-TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されている、フェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型3次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は、北大東島に、常設で、このシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは、知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型3次元レーダー配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは別に東京都の小笠原諸島父島も検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型3次元レーダー配備という状況について政治的には道村議会で全員一致で可決されたので受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですからどうしてもマスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島の車両搭載型3次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、元より、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは、太平洋戦争時に、凄惨な地上戦闘が行われたことも、
忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して、多くの本土住民は同情を寄せているはずですが、残念なことに、日本を取り巻く安全保障の環境は、今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が、台湾周囲の6カ所の空海域で、大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された、中距離弾道弾5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことは、ニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが、尖閣諸島です。この周辺海域へ、中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国がこの島に上陸して占拠する合理性はかなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪崖の打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは、住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに朝貢していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは、戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも、無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、
無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を、一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片越栄冠などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な感染係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では、巨額が動くことによって、トラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を、日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を海上航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表、
翌2019年にタストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では出雲、片越間に関西予定の F-35B 戦闘機は宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島をこの F-35B の離発着訓練に利用し、さらに海地の鹿野や基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を有事の際には分散配備する先として利用することも計画とされているそうです。防衛省は当初計画に沿ってアメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは種子島の西の表市です。ここでは2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏がわずか144票差で当選しました。この結果に馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち中種町と南種町では自衛隊施設整備に賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は海上、航空、そして陸上自衛隊それぞれに馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は150から200名で常駐させる予定です。そのために種子島に宿舎を建設して隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている箇所は種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は当然地元で購入されることでしょう。そうすれば島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのはそのためです。8月6日に発表された防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波日下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として
滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に、1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、防衛省双方にとって、苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと、併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は、日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は、厚木基地から硫黄島基地まで、1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には、空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも、岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとっては、どうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが、馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残り、わずかな面積は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは、西之表市が所有する土地です。これをもって、矢板西之表市長をはじめとする、反対派が、私有地を拠り所として、反対意見を表明しています。また、島の固有種である、マゲシカの絶滅危惧を訴えることで、自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が、施設整備に、賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は、大きな障害とはならないと考えているようですね。